や僕だから苦手なんですよ、うん、あのね若い子一応勉強しなあかんな思ってね、はい、いろいろやったりするんですけど英語がねアホすぎるんですよ。へえ。あのこの前も大阪の番組でハイヒールのあの桃子さんというか先輩がいらっしゃるんですけど、はい、があの方の子供服を買う店がテレビで流れててめちゃめちゃ可愛いと、うん、嫁がね、うん、で店の名前が英語なんですよ、うん、で全く分からんかって、うん、まあ英語は思ってでとりあえず来たから行こうか言ってで後輩の家族も乗っけてこう運転してたんですよ。でナビに入れてね住所走っとってもうこの辺やと、うん、間もなくって目的地付近ですって言われたから、うん、この辺やから探しといてやって言って店の名前は何ですか言ったら、チルクスやって言って、うん、わ探してたんですけど全然チルクスがない言って、うん、3週ぐらいしてもチルクスがないって言って、うん、でもこの辺や、うん、ちょっと待てよ車止めたらもうここがチルクスなんですよ、うん、でお前らアホか、うん、変えてるやろチルクスってって言ったらあれサーカスって読むんですよめちゃめちゃ恥ずかしくてサーカスって S で始まるんじゃないかっていうイメージがあって、はい、C で始まるんですね、はい、サーカスって、はいはい、でチルクスって書いてるんですよ、はい、どう見てもサーカスなんか読めないんですよ何やねんサーカスってって騙すなや言うたらほんなら一回降りて聞いたらええやんって嫁に言われて、はい、ここですかチルクスってって、うん、言うたらええやん奥さんも意地悪ですねって言うて言うからおっしゃー言うておっしゃーやないそれやめたほうがいいさ負け試合ですよそれは、はい、ほんでカラカラったねもうたらカラカラじゃないですよそんなおしゃれな子供服シルクスやったらこれかもわからんけどサーカスやったらカラカラってここでカチャカチャカチャってやるの鍵じゃないですかこうなってるやつカチャカチャですよ最後は多分こんなんじゃないんですかそうです確かに本当に鉄の困難があってブリンってなるような おしゃれな、はいそこでもういいですよ確認したら全然違うと思う大きい声でここチルクスですよねって言ったら全員の店員さんの鼻がバーンになってサーカスですって言われたら全然吐きますよもうねやっぱりねどんくさいというかダメですねうん決まらないです僕は何も でもおしゃれにそのなりたいというか、はい、おしゃれぶりたいわけじゃないでしょ全くだからあのねおしゃれとかかっこよくなりたいなんかもうと思ってないんですよ、うんちょっとだけですよちょっとだけ小綺麗になりたいんですよいやもう何その悲鳴に近い笑いって何なの俺金玉出てんのかなキャーって言うでも俺の発言で金玉出てるぐらいの衝撃なの今でも今のタイミングで出たら